カープライムエクスクルーシブラウンジメイン MC の大谷達也です。今日はポルシェ初のピュア EV 体感をご紹介しましょう。今日もゲストナビゲーターをお迎えしています。伊藤あずささんです。どうぞ。こんにちは。こんにちは、伊藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あずささんの中で、はい、まあ、これ電気自動車 EV ですけども。そうですね。電気自動車ってどういうイメージですか？あ、電気自動車ですか。でも最近やっぱりこうメキメキとエンジンに変わっていろんなタイプの電気自動車が出てきているので、その中でこのポルシェがいよいよ電気自動車を出したということで、うん、はいはい、すごい私の中では楽しみなモデルだったんです。今日は EV 全体も楽しみにしてます。そうですね、うん、なんかまだいろんな、まあ、議論がありますけど、はい、実際インフラの整備とかはありますが、はいはいはい、車単体で考えればやっぱり新しいドライブの楽しみだったり、うん、なるほど、まあ、いろんな可能性があるんじゃないかなっていうのは感じてますね。じゃあ今までもなんか EV っていくつか乗った経験があるんですか？そうですね、うん、あ、もちろん日本で言えば日産のリーフとかは乗ったことがあります、ね、うん、え、それ運転したイメージはどうですか？あ、やっぱりですね、なんか、うん、今までのエンジンの車とはまた違って、うん、やっぱ加速感であったり、うん、なんかやっぱフィーリングが全然違うことが、うん、やっぱりこの今後こういう車がどういうふうに発展していくのか、まあ、メーカーによってどうやって作り分けられるのかがすごい気になっているので、うん、はい、やっぱりその電気モーターを使ってるから走りがすごく滑らかだったりとか、はい、そういう印象ですか？そうですね、うん、私の中ではやっぱり新しい車の楽しみが増えたかなっていう印象ではありますね。私もあずささんと同じでね、 EV ってこうもちろんそのインフラのこととか、はい、あとなんだろう、環境問題のこととかね、いろいろ、まあ、議論あるのは確かにそうだと思うんですけれども、でもやっぱり乗ったらすごい楽しいと思うし、うん、それはだからなんだろう、モーターの滑らかさであったりとか、やっぱり加速感であったりとか、重心の低さであったりとか、そういった部分でなんだろう、今までのエンジンを積んだ車とは別のジャンルの車が登場したなっていう形で、まあ私自身本当になんだろう、これから EV を自分ももっともっと楽しんでいきたいなというふうに思っていますが、はい、じゃあ今日はその楽しむという姿勢で、そうですね、うん、体感に乗ってみましょう、はい、ということでいいですか？はい、ぜひ一緒に楽しませていただければと思います。こういう感じですか？そうです、わかりました思いっきり楽しみたいと思います、はい、体感のデザインを順に見ていこうと思うんですけども、はい、このまずフロントのデザイン全体的に見て、はい、あずささんはどう思いますか？私まず体感 の、 あの最初のコンセプトか、うん、ミッション E ですよね、うん、はい、あちらを見た時に、うん、これ実際の市販車にできるのかなっていうのがすごい疑問だったんですよ、うん、でそれがこの今体感が実車になってみて、うん、見たらもういろんなディテールがそのコンセプトかそのものだったので、うんうん、まあ、そこが一番驚きでしたね。なるほどね。どうですか、デザイン的にはやっぱりこれってポルシェの顔だなっていう気がしますか？はい、最初はちょっとこう、うん、なんでしょうね、ディテールがやっぱ今までのポルシェと違って、うん、やっぱなんでしょう、電気自動車をイメージした新しいデザインだったので、うん、最初はあ、これがポルシェなんだろうかと思ったんですが、はい、実際こう触れてみると、うん、やっぱりなんかポルシェのいろんなところに形を感じて、うん、なんかどんどん馴染んでくる感じがしました ね、 そうです、そう、確かに細かいところで見ていくと、うん、なんだろう、新しいこの体感特有のデザインっていうのは確かに入っていると思うんですけども、私はこう全体的に見たときはやっぱりその紛れもなくポルシェだなっていう気がしてます、うんうん、例えばこのすごくフードが低いところであったりとか、ね、まあ、ちょっとこう全体に丸みを帯びているところとか、やっぱり911の雰囲気を、ね、はい、受け継いでますよね。そうですね、多分なんだろう、そのこの体感のことを知らない人でもこう街中でこの車をパッと見たときに、ああれきっとポルシェの車だなってなんか分かるんじゃないかなっていう気がするんですけど、そんなことないですか？確かにそうですね、やっぱ全体のフォルム、うん、なんか一瞬こう後ろからパッと見た時とか、うん、前こう走ってるのを見た時、うん、やっぱいろんな人がポルシェだろうなっていう感覚は受けると思うので、うんうん、やっぱそこは作り込まれてるんだろうなっていう気がしますね。でこれはまあこの後順にお話していきますけども、デザインに限らずこの車ってやっぱり、まあ、EV ではあるんですけども、それ以上にっていうかそれと同じぐらい
ポルシェであるっていうことを示すのがすごく大事だった車だと思うんですね、うん、だからそういう意味でもやっぱりこうデザインを見ただけでもポルシェって分かってもらえるっていうのは、はい、おそらくデザイナーが意図したことなんじゃないかなと思うんですね。まさにそうだと思います。ちょっとじゃあこれからもう少しディテールを見ていきましょうか。はい、お願いします。ディテールを見ていきたいと思うんですけれども、うん、はいはい、やっぱり今回体感、このヘッドライト周りが今までのポルシェとは全く違っているなと思ったんですが、そうですね、大谷さんいかがですか。きっとあずささんが違うなと思ってるのってこの部分ですよね。そうですね、うん、この目の下にこう、はい、涙のようなにね垂れ下がってる、これは今までのポルシェにあんまりなかったデザインですもんね。そうですね。でこれはもうすごく明確な役割があって、ここからこう空気が中に入っていって、うんうん、まあ、あのフロントタイヤのこう前側からこう外側に出てくるような形、それによってまあ一種の風のカーテンを作ることで、外側を流れる風とまあボディ周辺の風を切り離して空気抵抗を下げようっていうことなんですね。なるほど。で電気自動車の場合、そのよくその航続距離といって一回充電した電力で何キロメートル走れるかっていうことが話題になりますよね。でこれはやっぱりなるべく長く取りたい。でそのためにまあ、いろんな工夫があるわけですけども、そのうちの一つがやっぱりこの空気抵抗を下げるっていうことなんですね。空気抵抗を下げればそれだけ、まあ同じパワーでも長い距離が走れるんで、電気自動車には非常に重要っていうことで、まあそれをあの何だろう、一生懸命このエアロダイナミクスをねすごく注意深く設計したということを、まあ、アピールするためにもこういうデザインにしたんじゃないかなっていう、まあですからまあ、単なるデザイン上のアクセントというよりもちゃんとそこには機能も含まれているというところが、私はとてもポルシェらしいというふうに思いましたね。なるほど。デザインだけではなくやっぱ意味のある形になってる。そうですね。デザインフォローズファンクションというふうな言い方をしてる。機能、まあ、デザインは機能に追従するみたいな、まずはだから機能があってそこからデザインが生まれていくっていう、そういう考え方だと思います、まあ、これはすごく僕はポルシェらしいと思いますね。でポルシェらしいといえば、はい、ここのヘッドライトの中に4つデイタイムランニングライトがついてるんですけども、うんうん、これももう最近のポルシェではすごくおなじみですよね。ありますね。だいたい911でも、まあ、あのパラメーラでもみんなこうやって4つ点がついてて、遠くから見てもすぐポルシェって分かるようなデザインになってますよね。で一方でやっぱりこの体感のなんだろう、ちょっと特殊なっていうか特別なところはこの目が少しね薄型で横長になっているところ、うんうん、どっちかというとポルシェってもうちょっと丸いようなイメージが強いですもんね。結構丸めの方のイメージがあるので、うん、横長になった理由ってあるんですか。正直言うと明確な意図みたいなのを僕は知らないんですけども、はい、おそらく、まあ、こうやって薄い目の方がこう、うん、未来的な感じはより強まりますよね、うん、でもう一つはこの4つ のデイタイムランニングライトによってポルシェとの関連性を表現する一方で、その EV であるということの差別化を図りたいっていう、その辺のバランスでこういうデザインになったんじゃないかなというふうに思いますね。なるほど。はい、未来的な目になってるというのは、うん、よく分かります ね、 そ、 すね、そのバランスですよね。だから未来感、ちょっと一歩先を行ってるっていう感じとポルシェであるっていう、そのバランスを取ってるのがこのヘッドライト周りなんじゃないかなというふうに思いますね。大谷さん、こちらのグリル周りなんですが、はい、エンジン車に比べるとちょっとこの辺薄いかなと思うんですが、うん、そうですね。基本的にはこのグリルっていうのは本来その冷却器を取り入れるっていう役目が大きいわけですよね。そのエンジンを冷やすためにその空気を取り入れて、それをラジエーターに当ててそのエンジンを冷やしていくっていうために、このまあ普通はフロントグリルっていうのがあるわけですけども、うん、体感は電気自動車なので、まあ、当然エンジンは積んでない。ただエンジンは積んでなくても、例えばモーターであったりバッテリーであったりっていうものは、走っていく途中でどんどん熱を発するんですね。でその熱を冷やす必要はある。ただエンジンほどたくさん冷やさなきゃいけないわけではないので、エンジン車に比べるとちょっとここのなんだろう、フロントグリル、特に空気を取り入れるスペースっていうのは小さめになっていると思います。体感の場合も実はここに、中にラジエーターがあるんですけども、ここには空気を取り入れてるんですけども、真ん中はほとんどその ADAS 系のセンサーとかが入ってるんですね。まあそういうわけでちょっとここが薄く感じられて、それがまた車全体の未来感みたいなのをすごく強調してるんじゃないかなというふうに思いますね。サイドビュー見てみますと、まあ、ポルシェってもともとシンプルな車ですが、うんうん、体感もかなりこうつるっとした面だなと感じるんですが、うんうん、そうですね、こちらも意味があるんですかね。やっぱりそれも今あずささんがおっしゃった通り、ポルシェのデザインって
あんまりこうキャラクターラインを入れないんですね。キャラクターラインっていうのは例えばこういうところにその、まあ、ボディのパネのね折り目を入れたりするっていうのは実はポルシェはあんまりしない。例えば911も入ってないしパナメーラとかも入ってない、そういう、まあ、その滑らかな面の作り方っていうポルシェらしいデザインっていうのは踏襲されている。それもやっぱりそのこの車が EV なんだけどもポルシェの仲間なんだっていうことを、まあ、説明するというか伝えるためにやっぱりそういうデザインになってると思うんですね。でそれと同じように見ていくとそのこのルーフのなだらかな曲線っていうのも、はい、とっても私はポルシェらしいんじゃないかなと思うんですけども、あずささんはどう思います？そうですね、なんか911とかもやっぱり RR のこうデザインで後ろがこう滑らかにこう下がっていくような形で、うん、あとはこう丸みを帯びたお尻っていう感じが、そうですね、体感も同じようなデザインになってるかなと感じました、ね、はい、あのもちろんこれはその4シーターなので911よりもちょっとルーフのラインは長くなっているけれども、こうなだらかに何だろう、どっかに折れ曲がったりするところがなくすごくこうスムーズに後ろまで来てるっていうところはやっぱりポルシェらしいデザインですよね。それとやっぱり何でしょう、こういうまあウィンドグラフィックスとかって言ったりしますけども、この辺も911のイメージをすごく強く引いてるような気がします。もう一つあの私はポルシェの特徴として挙げておきたいのが、はい、この最後のテールエンドの位置がかなり低いんですよね。フォードはクーペみたいな車って今たくさん出てるんですけども、割とここが高いのが多いんですね。でここが高いとすごくこう後ろにボリューム感が出てきてちょっと重い感じになっちゃう。それに対してポルシェの車って必ずここをすごく低く設定していることによって、まあ、全体の軽快感みたいなのが出てるというふうに思いますね。ですからこのリアの全体のこの張り出しボリューム感みたいなことを含め、とってもやっぱりそのポルシェ的な要素がすごく大きいと思いますね。だからその辺、ああやっぱりポルシェだなってこう一目見た瞬間に分かるようなことを意図してデザインされたなっていう感じがしますよね。かっこいいですか？いやーすごいかっこいいですね。なんか一瞬こう大きいなと思うんですけれども、やっぱりその大きさの中にもポルシェの洗練されたこうラインだったり曲線が入ってるので、うん、やっぱりかっこいいなっていう印象が一番強いですね。そうですね、実際のサイズはそれなりにあるんですけれども、やっぱりギュッとこう引き締まった凝縮感みたいなのがあるので、なんだろう、やっぱりそのスポーツカーらしさみたいなのは感じますよね。このタイヤ周りちょっと見てみると、はい、ホイールも今までのポルシェにないようなこの白いホイールになってたり、うん、はい、こういうものもあるんですね、はい、まあ、これはオプションでそのボディと同じ色にペイントしてるっていう、はい、そういうオプションをつけたホイールなんですけども、まずタイヤが21インチってかなり大きいですよね。大きいですね、うん、ホイールもタイヤもこんな大きいサイズで、そうですね、でも実際その内側に入ってるブレーキのサイズもかなり大きいですよね。はい、こうキャリパーこんな大きさも見たことないくらい大きいですね。大きいですよね。でこれはまあ PCCB って言って、ポルシェセラミックコンポジットブレーキっていう、まあ、その金属ではなくてセラミック系の素材を使うことによって非常に放熱性を高くしてるっていうこと、つまりかなりハードなドライビングをしてもブレーキとしては十分な性能を持ってるっていうものなんですね。でそれ以上にその普通にこう鉄で作るのに比べてこれだけ大きなものを作るのは、まあ、セラミックで作った方が軽くできる、したがってその真似下を軽くできるので、まあ、操縦性とか乗り心地とか良くなったりっていう、そういうメリットもあるわけなんですね。だけど一方で実は電気自動車ってこんな立派なブレーキ本当は必要ないんですよ。あ、そうなんですか、はい、電気ブレーキはよく回生ブレーキっていうんですけれども、その、まあ、モーターでエネルギーを吸収することによってその電気を発生させるっていう、その回生ブレーキっていう機能がついてるので、実はそこだけを考えればこんなに立派なブレーキはなくてもまあ間に合うと思うんですね、はい、ただそうは言ってもやはりブレーキ性能に余裕を持たせるっていうのはポルシェの思想ですから、この車も例えばニュルブルクリンクを10周ぐらい走っても全然大丈夫っていう、そういう性能にするためにはやっぱりポルシェはこれが必要だと考えてつけてるんでしょうね、うんうん、ですから正直言ったら電気自動車には少しなんだろう、オーバークオリティぐらいのブレーキですけども、そこにポルシェの思想が現れてるっていうふうに言えると思います。やっぱ体感はバッテリーとかも積んでて車重が重いことも関係してるんですか、ね、実際重いです。2.3トンぐらい車重はありますからね、うん、でも重いんですけども
あの意外とその回生ブレーキだけでモーターによる発電によって、ブレーキが、よく効く、減速ができる。確か 0.3G って言いますから、普通の人が乗ったら結構急ブレーキって感じるぐらいのブレーキまでその回生ブレーキで賄えるんですね。なるほど、はい。でここに充電器の差し込み口がついてるんですけれども、はいはい、これ、はい、多分初めての方わからないと思うので、ね、ぜひ大谷先生にこれ開けてもらっていいですか。先生じゃないんですけども、あのちょっとしたコツがありまして、うん、この辺をね少し撫でると割と開くんですね。あ、すごい。こちらが普通充電のコネクターですよね。で反対側には急速充電チャデボのコネクターがついてて、まあ両側どちらかその充電の方式によってどちらかを使うっていうことですね。そのチャデボでも 150kW っていうかなり高出力の充電容量まで受け入れられるようになっている。なので、非常に高速の充電が可能であるっていうのがこの体感の特徴の一つなんですね。なるほど。やっぱバッテリー容量が大きい分、うん、早くこう充電してもらわないと大変なところもありますよ。そうですね。あのせっかくポルシェで早く走れる車なんで充電も早くできないと、まあ、せっかくのその速さも活かせないっていうところも関係してるかもしれませんね。なるほど。大谷さん、このリアデザインなんですが、はい、先ほどこのお尻の方がこう下がっていて、うん、ちょっと軽快なデザインになっていると。そうですね、はい、おっしゃってましたが、はい、他にも特徴はあるんでしょうか。そうですね、一つはやっぱりここのリアの張り出しがね、うん、すごく強いと思うんですよ、うん、でこれって例えばポルシェ911ターボとかもみんなそうだったと思う。ワイドボディのやつはここがすごく張り出しが強い。で、まあ、ここのラインに対してフェンダーの外側までこの奥行きがかなり大きいですよね。で実はこのタイカンとパナメーラのデザインってすごくよく似てるっていうふうに思われるかもしれませんけども、はい、実はねパナメーラはねここまでこう絞ってないんですよ。もうちょっと外側に出てるんですよ。あ、そうなんですね、うん、でそれはやっぱりパナメーラは後席にも人が座るっていうことを考えられてるから、うん、やっぱりそのスペースを取るためにも少しこれを外側に張り出してる。タイカンの方がもっとスポーツカー的な要素が強いんでここをグッと絞り込んでる。でまあ、それによって逆にこのリアフェンダーのこうボリューム感みたいなのがより強調されていると思うんですね、はい、でここがすごく力強いのに対してかなりこのテールエンドが低くなっていることで、はい、まあ、ある種のこう軽快感と力強さみたいなねその両方が出ているというふうに思います。なるほど。体感って例えば私の考えだとパナメーラを電気自動車にしたみたいなイメージだったんですけど、うんうん、それとはもう全く違うモデルだったんですか。基本的なその大きなプロファイルっていう意味で見たらすごくよく似てると思いますよ。ただ細かいところがそうやってちょっとずつ変えることによって、まあ、そのいわゆるそのサルーンっていうかリムジンのパナメーラに対してスポーツカーの体感っていうそういうキャラクターの違いが表現されているというふうに思いますね。なるほど。ただ一方でそのここの今何でしょう、こうテールランプ周りが横全幅まで一直線につながっているっていうのは最近のこれポルシェの傾向なんですけども、こういうところはきちんと受け継がれている。ここにその中にポルシェの文字が入っているとか、こういう今ポルシェが使っている最新のデザイン言語っていうのはこの体感にも使われていて、やっぱりそのポルシェファミリーの一員であるっていうことが表現されていると思います。うん、こういうところにそのブレード面が入っているっていうのもいかにもポルシェ的ですよね。そうですね。でもう一つはそのこの車、まあ、リアウィングが内蔵されているんですけども、まあ、独立したリアウィングをつけるのではなく、通常はこうやって中にしまい込まれているような形にすることでこの綺麗なテールのデザインというかこのラインをね、表現している、強調しているんじゃないかなというふうに思います。どう思いますかこのデザイン。いやすごくすっきりしてますよね、うんうん、でもこれ走ってくるとこリアウィングが持ち上がってくるってことですね。そうですね、スピードによってっていうことですね。まさに911とかのポル、うん、スポーツカーと一緒の機能がついてる、はい、ということです、ね、でもう一つはそのスポーツカーっていうとなんかいかにも派手だったりとか、うん、これ見よがしだったりっていうようなデザインのものが多いんですけども、そういうことをあんまりせずにすごくこうシンプルに美しさを追求してるっていうのもポルシェらしいデザインの一つだというふうに言えますね。それではタイカンの荷室を見てみたいと思うんですけれども、ここ開けてみると思ったより広くてちょっとびっくりしました。普通のポルシェだと例えば911とかボクスターだと、まあ、ミッドシップにエンジンがあったりこうリアにエンジンがあったりするのでこう荷室があまりないんですけれども、タイカンの場合はやっぱりモーターで動くのとバッテリーがこう下にあるので実際荷物スペースがこれだけ取れるっていうところもやっぱタイカンならではなのかなと思います。では実際にリュックを入れてみますと、このバッグの高さがですね40センチぐらいなんですけれども、このぐらいのサイズであれば
まあ、4つぐらいはこう平置きできるサイズ感だと思うのでたっぷり使えると思います。フロントにもですねちょっとした荷物入れがついておりまして、もともとはバッテリーのチャージャー用のこうケーブルだったり入るスペースになっているんですが、それを取り外して、まあ、自分のリュックも入れることができるので入れてみたいと思います。結構深さがあるのでこの高さ40センチぐらいのバッグでもこんな風に入れることができます。それでは実際に内装を見てみたいと思います。どうですか座った感じは。やっぱりデジタルメーターになっていて、うん、こちらのメーターのパネルなどもこう広々とこう使われていて、うんうん、やっぱ先進的なイメージを受けますよね。なるほどね。そうですね、すごくデジタルに対応されててやっぱりその未来感ある車のデザインになってますよね、うん、ただその一方で、その正面のメーターのデザインなんですけども、やっぱりその丸型のメーターをいくつも並べるっていうのはすごくポルシェらしいデザインですよね、うん、ですからここでもなんだろう、ポルシェらしさの表現ということと新しい車の表現ということの、まあ、両方ができてるんじゃないかなという感じがしますよね。そうですね、なんかハンドルとかも実際に今までのポルシェとこうあまり違いがないというか、うん、そうですね、すっきり馴染む感じ、はい、最新のポルシェの、ステアリングのデザインと基本的には共通ですよね、うん、その例えばじゃあアルカンタラを巻いてあるところとかも、まあ、いかにもスポーツカー的ですよね。でもう一つはそのステアリングスポークの、ちょっと右側の下のところに丸いのドライブモードって書いてありますよ ね、はい、ですね。それはぐるぐる回すことによってそのドライブモードが変わるんですけども、その操作方法なんかも他のポルシェと共通ですよね。うん、確かに、まあ、いろんなところ共通点がありつつ、うん、やっぱいろんな先進的な雰囲気があるのがやっぱタイカーの特徴ということですね。そうですね、はい、それで言えば例えばそのダッシュボードなんですけども、はい、水平にずっと横に長く伸びてますよね、うん、これもその911のデザインとまあ基本的に共通の考え方ですよね、うんうんうん、ただしそこにデジタルのパネルをディスプレイを入れ込むことでやっぱり未来感を演出してる、まあ、ここでもやっぱりそのポルシェらしさということと、まあ、EV らしさのまあ2つが表現されてるっていうことですよね、うん、でもやっぱりポルシェのシンプルなデザインがちゃんと踏襲されてていろんなところにこうその随所に現れているところがまた今までのポルシェオーナーも割とすんなり入っていけるのかなという気がしましたね。半歩一歩だけちょっと前に進んでる、うん、でも基本はポルシェっていうところですよね。そうですね。じゃあセンターのメーターがここの真ん中と助手席用にもついてるんですね、うん、これそうですね、ほぼほぼ同じ機能のものが両側に出せるようになってる。ただそれぞれ個別の操作ができるので、まあ、例えば片側にはナビ、はい、片側にはオーディオみたいなそんな風な使い方もできるんですね。うーん、今こちらがナビの表示しました、はい、じゃあこっちが僕の、目の前の方のディスプレイちょっとなんかメディアでもちょっと押してみてもらっていいですか。はい、メディア。そうするとこういう風に、ね、ラジオが聞けるようになったりとか、はい、でもちろん同じものを出すこともできるしっていうことで、真ん中にあれディスプレイがあれば2人で一緒に見られる、でもこっちにあればそれは助手席の人がまあ退屈をしなくて済むみたいなね、そんな使い方ができるっていうところですね。あともう一つはこのセンターディスプレイのところも、はい、完全なタッチスクリーン方式で、うんうん、完全にフラットですよね。そうですね、ちょっと押してみるとこう反発がある、はい、ハプティック、ね、そうですね、こういうのどうしても何でしょう、ブラインドタッチをしにくいので、はい、実際にどこを操作したかが分かりづらいんで、うん、触っただけでこう何だろう押し返すみたいなね、はい、そういう機能を入れることで、まあ、ブラインドタッチをしやすくしてるっていうことですよね。なるほど、はい、ポルシェのスイッチ類って今までこう、うん、カチッとしてて、なるほど、その硬質な感じが私は好きだったんですけど、はいはい、それがこういうデジタルになってもちゃんとこう、そうですね、感触をしっかり残すっていうのが、ね、そこもだからポルシェらしさの表現って言えるかもしれませんね。うん、まあ、充電とかがやっぱり特に気になるかなと、うん、バッテリーあとどのくらい残ってるかなっていうのがあるので、はい、ここをしてみると今何パーセントであと何キロ走れますよっていうのがすぐ出てきたり、これ便利ですね。なるほどね、はい、まあ本当にあと何キロ走れるかっていうのは電気自動車ではね、うん、すごく気になるポイントですもんね。そうですね、今 78% 割と充電してきましたね。はい、ちょっとしっかり朝早起きして素晴らしい充電してきたのでまだ大丈夫ですね、はい、入ってますね。はい、
はい、ちょっと今回大谷さんこのシフトレバーがですね、うん、ちょっと変わった位置にあるなと。そうですね、形も変わってるなと思ったんですが、そうですね、基本的にはポルシェの車っていうのは必ずこのなんだろうセンターコンソール上に今まであったらそのシフトレバーがあったんですけども、はい、大会もこれ初めてですよね、おそらくその、ダッシュボード上についたっていうこと。あとそうですね、もう一つレバーがすごく短いですよね、うんうんうん、まあ、これもそのなんだろう結局それは電気系のスイッチでしかないわけなので、まあ、メカニカルな操作をするものではないんでそれだけの大きさで足りてるっていうことでしょうね。どうですか操作性とかは。結構やっぱりちゃんとこうかっちりした感じでシフトがしっかり入るので、うん、もう間違えることもないですし、うん、まあ、これで十分なんだなっていうのを、ね、大会に乗って初めて分かりましたね。多分なんだろうその金属製 の, 重厚感あふれるところなんかもいかにもポルシェらしい感じがしますよね、うん、そう思います。さてあずささんが、はい、体感ターボ S 運転してますが、はい、どんな感じですか。いやもういきなりこのワインディングからの試乗なんですけど、はい、ちょっとこの大きいボディでさらにやっぱり重量が重いので扱いづらいかなと思ったんですけど、うんうん、はい、もうこんなに気持ちよくスパスパハンドリングが、はい、ね、切れるというか、うんうん、本当に今までのポルシェと全く遜色ないような、うん、動力性能が、うん、もうありありと分かってきちゃうので、こんなモデルなんだとやっぱりスポーツカーですよね、はい、そうですね、うん、ハンドリングもねそのすごくクイックだし、はい、コーナーもすごく安定してるし、そうですね、はい、でどうですかこの加減速の感じパワー感みたいなのはどうですか。いやもうパワーが本当になんか無限に溢れてくるような感じがしますねこれちょっと思いっきり踏んじゃったら、はい、ちょっと大谷さんの頭がこうゴツンってなって危険かなっていうぐらい加速感が、そうですね、強いです。はい、このターボ S の場合は0-100加速が確か 2.8 秒ですか。 2.8 秒、あのね3秒切るって相当すごいですよね。いやそうだと思います。まあ、今スーパースポーツカーがだいたいどうだろうな3秒2とか3秒4ぐらいの車が、うん、多いと思うんですけれども、はい、3秒切るって本当にちょっと特別なことがないとなかなか難しくて、うん、まあ、大体は4輪駆動のことが多いんですね。4輪駆動じゃないとやっぱりそのトラクションって言ってねそのタイヤからうまく路面に力が伝わらないので、はい、3秒切るのは難しいということなんですけども。なるほど。この体感は、前後にモーターを積んでる4輪駆動なので、はい、その有り余るパワーを、うんうん、無駄なくこう路面にね伝えることができるようになってるんですね。あ、確かに何かもう全くこう、うん、どのタイヤもこうしっかりグリップして前に前に進んでいくような感じがしますね。うん、そうですね。それともう一つはやっぱり電気自動車ってものすごくこう重心が低いっていうのは、うん、バッテリーを低いところに積んでるので、うん、まあ低重心の設計になる。そうすると車ってその例えばコーナーでローリングっていって、はい、まあ、ボディが傾くっていう現象が起きるわけなんですけども、はい、これは重心が低い車の方がロールが起きにくいので、うん、まあ、その意味でもすごく安定感があるというふうに思います。そうですね、うん、でもう一つは重心が低いと、まあ、今言ったそのロールが起きにくいので、はい、あんまりサスペンションのバネを固める必要がないんですね。結果として実はそう乗り心地が良くなるっていうこともあるんですけども、確かに私この試乗車に乗るのは初めてなんですけども、前にも、はい、ターボ S には乗ったことは何回かあるんですけども、うんうん、これはすごく乗り心地いいですね。すごく私もスポーツカーモデルとは思えないくらい、うん、足がちゃんとこうしなやかに動いて、うん、はい、乗り心地も柔らかくていいなと思いました。今私たちがこの走ってる路面ってちょっと、はい、うねりもあるし、そうですね、あと路面にペイントみたいなのもあってね、それがかなりデコボコしてるんですけども、うんうん、そういうところを乗り越えてもなんかすごくこうマイルドっていうか、はい、柔らかい感じですよね。いや本当にこんなにしなやかにこう走っていけるんだなって思って、うん、ちょっともっとガタガタっというかね、硬さがあるスポーツカーを想像してたので、はいはい、これなら街乗りも全然多分楽でしょうね。でちょっと細かく調べてないんですけども、うん、まあ、体感ももうデビューして、ほぼ3年
目かな、はい、なのでその辺で、こう細かい改良が入っているのかもしれません、うん、そういったことで今まで以上にあのソフトなっていうかしなやかね、はい、足回りになっている可能性あると思いますけども、このぐらいだととっても本当に今あずささんもおっしゃっていただきましたけども、はい、街乗りとかもね楽そうな感じしますよね。いや全然大丈夫だと思いますね。デザインのところのお話でね、はい、ずっと私その、まあ、EV らしさ、うん、新しさみたいなところと、はい、ポルシェらしさの両方がそのこのタイカンには表現されてるっていう話をしてましたけども、はい、実はそのこの車走りに関してもすごくポルシェ的なところがあるんですね、うんうんうん、っていうのはその、先ほども言った通り、この車四輪駆動で、はい、前後に、モーターを積んでるんですけども、うん、その前後に積まれているモーターが両方ともシンクロナスモーターというものが使われてるんですね、はい、でこれ、はっきり言ったらものすごく高級なものです。高いものなんですね。普通のモーターとはまた違う、はい、そうですね。シンクロナス、一般的にはアシンクロナスモーターっていって非同期型モーターというものが使われていることが多いんですけども、うん、そちらの方がまあお値段的には安くて、まあ、小型軽量だったりするんですけども、じゃあなんでそのポルシェはこの高価な、はい、シンクロナスモーターを使っているかというと、性能の安定性が非常に高いんですね。過酷な使い方をしてでも、はい、きちんとそのハイパワーを確保できるというのがこのシンクロナスモーターの特徴なんですね。でこれがなんでポルシェらしさにつながるかというと、はい、ポルシェってそのどんな市販車でもそのサーキットを走って、うん、例えばなんだろうな、普通の車ってサーキットを走るとすぐ例えばエンジンであったりとか、いろんなところに熱が溜まって、うんうん、その性能を維持できなくなってしまうということがすごく多いんですけども、そうです、ね、ポルシェはもう本当に量産車のままでもサーキットを何周も走れるっていうところにすごく大きな特徴があるんですね、うんうん、でそれと同じことがこのタイカンにも何だろう実現されていて、本当にこうニュルブルクリンクみたいな長いサーキットを何周走っても全然性能が落ちないっていうような、ことが言われてます。なるほど。実際にそのすごく高速の耐久走行みたいなことをやってもほとんど性能が落ちなかったとか、加速テストを20回ぐらいやってもほぼほぼタイムが落ちなかったとか、そんな話を聞いたことがあります。やっぱこういう電気自動車になってもそういうポルシェの、はい、まあ、レースの魂だったり、はい、そういうものがちゃんと引き継がれて市販車になってると、ポルシェらしさがきちんと出てるということだと思います。あともう一つ、その先ほどあずささんがすごく加速感が強いって言いましたよね。そうですね。で、まあモーターっていうのはその一番なんだろう低速域で、大きなトルクが発生できるという意味で言うと、そのなんだろう加速に対してはものすごく有利な動力源なんですね。で、まあそれをすごく活かしているのがテスラで、はい、テスラってその、まあ、もちろん電気自動車でその環境に優しいっていうところもあるんですけども、それ以上にものすごくこう刺激的なその加速感で魅力、うん、それが魅力になっているというか、はい、そういうところでお客さんから買われているという部分もあるようなんですね。で、まあ別にそのポルシェは別にそこに同じところに行かなくても別に良かったんでしょうけども、まあすでにそういうなんだろう性能高い性能を持った車がそこにある以上、やっぱりポルシェとしても負けるわけにはいかないというあたりもあって、このタイカンには非常にそのなんだろう加速性能が優れた、モーターっていうかね、そういうような駆動方式だったりとかを使って、うん、その0-100 2.8秒っていうのを、実現してるんだと思うんですけどもね、まあ、それも含めて電気自動車の魅力というふうにきっとポルシェは考えてるんでしょうね、うん、やっぱ新しい、まあ、今までのポルシェの魂を受け継ぎつつも、はい、やっぱこの電気自動車の体感でさらにこう新しいポルシェのスポーツカーの世界が広がってるのかなってちょっと思いましたね。そうですね。あとどうですか、はい、当たり前ですけども、先ほどからエンジンの音がしてなくてずっとこう静かですよね。いや車内は本当になんかモーターの、うん、なんか静かに回る音だけがこう響いてきて、はい、やっぱこれだけでも近未来感というか、そうですね、新しさを感じますよね、はい、これ実はそのモードを切り替えていくと、はい、もうちょっとそのなんだろうモーターの音をね聞かせるようなそんな仕組みもあるんですけども、うん、なるほど。それは使い方わかりますか。この車両からこの e スポーツサウンドですね、はい、そうですよね、はい、これをオンにしてみるとまた音が、はい、あちょっと響いてきましたね。そうですね。
お、なんかより加速感が増してるように感じますね、音だけでも、はい、でこれも実はまあ実際にこれスピーカーから流してる音なんですけれども、うんうん、大元の音源になってるのは実はこの体感にも使われている電気モーターの音なんですね。あ、そうなんですか、はい、これを、いろいろ加工してなんだろう、ちょっとこう飛行船、宇宙船かなんかが飛んでるみたいな音に聞こえますよね、ウィーンっていう、はい、そういう音に加工してまあやっぱり走りの迫力みたいなものを音でも演出しようとしているっていうことなんですね。はい、ということで今日はポルシェ体感を大谷さんと一緒にたくさん試乗してきたわけなんですけれども、はい、いかがでしたか今日は。ポルシェらしさっていうところと新しい EV らしさ、その両方がこの体感の中にありますねっていう話をしてたんですけどもね、でもそれって実はなんだろうな、 EV にとってすごく大事なことなんじゃないかなっていうふうに思ってるんです、うん、っていうのはよくその EV エンジンを積まなくなってね、 EV になったら車の個性なんかなくなっちゃうとか、どこのブランドもみんな一緒になっちゃうってよく言われますけども、逆にまあだからこそ自分たちのブランドらしさっていうのをきちんと表現していくことによって、他のどっかのモデルじゃなくてポルシェをもら選んでもらう、体感を選んでもらうっていうふうになっていかなきゃいけないんだろうと思うんですね。だからひょっとしたらポルシェにしてみたら今まで以上に自分たちらしさ、ポルシェらしさって何なんだろうっていうことを考えながらこの体感を作ってきたんじゃないかなと思います、はい、でそれから言えば僕はEV になることでむしろそのいろんな自動車メーカーの個性っていうのがより強く表現されるようになってきて、 EV が持ってるその走りの楽しさに加えてそういうキャラクター、ブランドごとのキャラクターみたいなこともどんどん味わえるようになって、なんだろう、車の楽しさっていう意味で言ったら EV っていうのは実は僕はもっと今まで以上に楽しい車になっていくんじゃないかなっていうふうに思ってます。私自身もやっぱりポルシェっていうと一番こうエンジンの匂いがするような車だと思っていて、まあ、それが電気自動車になったら果たしてそれが変わってしまうんだろうかとかいう不安があったんですけど、今日は逆にそのポルシェの味っていうのを色濃く感じることができて、まあ、これからもこういう楽しいポルシェの車は続いていくんだなっていうのが分かったので、そうですね、安心しました、うん、もちろんこれからも僕たちもなんだろう、エンジンの車も楽しみたいと思うけども、なんだろう、そのエンジンに加えてこういう新しい楽しさが広がった、自動車の楽しさが広がったんじゃないかなっていうふうに僕は EV に乗って感じますね。そんな感じで大丈夫ですか？バッチリだと思います。わかりました、はい、じゃあ締めてください。はい、ということで今日はポルシェ体感を大谷さんとたっぷり試乗しましたが、まあ、お互いポルシェに対しての印象がまたよりよく未来につながるようなものを感じれたということで、すごくいい試乗になったと思います。はい、カープライムでは毎週気になる車の紹介やさまざまな企画を展開しています。ぜひチャンネル登録と、いいねと、そしてベルマークの通知ボタンを押してください。よろしくお願いします。